皆さんこんばんは、マリノスケです。今日の動画はよく手伝ってくれる3姉妹ちゃんとのご飯作りを撮ってみました。よかったら見てみてください。この日はですね、晩ご飯を作っていくんですけども、韓国おにぎりとか若玉スープとかアボカドカツオポキとかを作っていってます。何をしてくれているかな、これは。あ、洗えた食器を長女、次女がしまっていってくれてますね。で、三女ちゃんはいつもね、お手伝いするときはね、エプロンして登場してくれるんですよ。で、私は買ってきたお刺身の、カツオのお刺身ですね、を、細かく切っています。で、アボカドもカットして、容器に入れてますね。で、三女ちゃんは、洗えてる食器をしまっていってくれてます。もうね、夏休みに、結構子供たちと過ごすことが多かって、あ、これはあれですね、ポキの味付けですね。マグロとかサーモンとかでもいいんですけど、カツオが、この日は安かったんで、カツオを入れてます。だし醤油とごま油とすりごまで味付けです。このだし醤油の作り方は、マリノスケスペースだし醤油とかで検索したら出てくるんで、よかったら作ってみてください。いろんな料理にね、肉じゃがとか作れるんで、おすすめです。はい。で、これを1対1、だし醤油、ごま油1対1の割合で入れて、よく和えておきます。で、その間に、次女指導のもと、三女ちゃんがたくあんを細かく切ってくれていますね。で、私はこう器に入れてるんですけども、よく、友達とかママ友がおかずのお裾分けをしてくれるんで、私もお皿にとって長女ちゃんにこれは何々さんのとこ持ってってみたいな感じで持って行ってもらいました。そして次は韓国おにぎり作りですね。三女ちゃんがすごいザクザク頑張ってくれてます。で、私はその傍らでカニカマを刻んでご飯に入れて、あとボロニアソーセージですね、これをカットして炒めていくんですけども、ほんまはね、キンパを作りたかったんですよ。けど、韓国海苔の大きいバージョンって普通のスーパーになかなか売ってへんくて、いつもツルハシとかコリアタウン行った時に買うんですけど、最近ちょっと行けてないんで、大きい海苔がなくてですね、キンパを作るのを諦めて、キンパの具材を適当に混ぜ込んで、韓国おにぎりを作ろうってやつですね。はい。で、ちょっとたくあんの、細かく刻む作業ちょっと手伝いました。で、ご飯にカニカマ刻んだやつ、白たくあんの刻んだやつをザザーっと入れていきます。で、その間に三女ちゃんがスープ作りをしていってくれてます。このね、楽天ルームに乗っていた、この乗っけていたじゃない、これ楽天ルームに載せてるんですけど、このわかめスープの素がめちゃくちゃこれ使い勝手がよくって、大体このお湯の量に5袋ぐらい入れてるんですけども、味付けはね、このスープにも味がついてるんで、これにごま油ちょっと垂らして溶き卵垂らしたら、もう簡単にこれで若玉スープ完成なんで、三女ちゃんが頑張って作ってくれています。子供でも作れるぐらい簡単で、ママ友とか友達とかからお礼の電話が来て、スピーカーで喋ってますね。喋りながらご飯を作っています。で、ボロニアソーセージ油を軽く切ってですね、混ぜ込んでいきます、ご飯にね。で、サンジュちゃんも卵溶いてますね。そして韓国おにぎりの味付けは、これもごま油と塩ですね。これで完成。特に何やろ、そんな難しいもの作っておりません。いつもこんな感じでございます。そう、誰でも簡単に真似できるってことで、よかったら真似してみてください。で、韓国海苔をね、こうやってね、その手で握ってこうやって潰し入れると、もう韓国海苔にも塩気がついてるんで、これ味付けこれだけです。そう、塩とごま油と韓国海苔をこう握って入れ混ぜ込むってやつですね。で、卵スープその間に完成してました。ほんで、このコストコで買ったオーブンペーパーを引いて、この100均で買った型に、おにぎりをこうやって入れて、ギュッてしていきます。ちょっと多いかなぐらいに詰めると、型崩れせずに、綺麗なおにぎりができますね。で、また韓国海苔で、一口サイズなんで巻いていきます。もうこれが子供たちに人気で、すごい、
バクバク食べてくれますね。もう夏休みね、皆さんどうですか？明けました。夏休み明けて平日に戻ってるんですけど、本当にバタバタで。でも夏休み中ね、その、私のバタバタな様子を多分見てくれてたんですかね。学校行ってないから。もう、夏休み明けてからすごいお手伝いをよくしてくれるようになりました。で、これですよ。食後のお片付けも積極的になんかやってくれてます。なんだろう。で、黒い T シャツが長女で、ベージュの T シャツが次女なんですけども、中1の長女が、洗い物をして、小5の次女が横で食器を拭いてますね。で、排水口も綺麗にしてくれて、なんか教えてないんですけど、シンクもね、こうやって洗ってくれてます。多分私のを見てたんかな、夏休み中。ただこれ気になるのが、蛇口がね、あっち向いてんのめっちゃ気になる。なんやろ。いや、そんな大したことじゃないねんけど。まっすぐに、とりあえず戻しておきました。はい、で、次女ちゃんは、ショーンくんのお水と、ラテちゃんのお水を、入れて、ペットのお世話とかをしてくれています。はい、で、これまた次女ちゃんですね。残った韓国おにぎりをタッパーに入れてくれています。なんか、私、これに、このタッパーに入れてとか言ってないんですけど、なんか、なんで知ってんやろ。やっぱ見てるんですかね、毎日、私のことを。なんか、ああ、そのタッパーに入れんの知ってんねや、みたいな。今ね、長女と次女がね、つまみ食いしてましたね。まあいいでしょう。で、次女が周りを拭いたり、これは若玉スープの残りか、をラップしてますね。してくれてますね。ラップして、冷蔵庫入れんのかな？入れてますね。ラップして冷蔵庫。そして綺麗に拭いています。で、フライパンを多分長女に渡しましたね。で、長女が洗ってくれています。こんな感じで、毎日お手伝いをしてくれています。で、私はその間にお風呂入ってドライヤーしたり、こうやって、いつもの化粧水ゲルですね。メディプラスゲル、こちらを使って、スキンケアをしているんですけども、嬉しい LINE をいただきました。ありがとう！これは友達におすすめしたんですけど、年上のお友達ですね。におすすめしたらすごい絶賛な LINE をくれたんで、載せてみようと思いました。これね、化粧水ゲルで、化粧水なんですけどゲル状になってるんで、その肌にね、とどまってくれるんですよ。なんで、その顔に塗ったものを指先に塗ると、赤切れとか、今の季節からね、もう予防しておくと、乾燥予防ゲルなんで、おすすめです。そして、この足ね、1ヶ月以上、この左足だけに塗りました。ほんで、右足には何も塗ってないんですけど、お風呂上がりですね、これ。で、この今撮ってるこの映像は何にも塗ってない状態です。なんですけど、1ヶ月間塗ってる方は左側、何も塗ってないんですけど、しっとりしてませんか？これすごいびっくりして。指先なんてね、もう毎日塗ってるんで、もちろんね、何やろ、赤切れとかないんですけど、そう、赤切れなんてもう何年してへんやろっていう感じです。おすすめです。で、スキンケアを、してから、このビオラルのライフのオリジナルブランドかな、ビオラルのこのマヨネーズがお気に入りなんですけども、こちらを使ってツナサンドを作っていきます。で、これはライフで買ったこの冷凍みじん切りの玉ねぎですね。こちらを見つけたんで買ってみました。で、冷凍玉ねぎを耐熱皿に入れてチンしました。で、ツナを油を切ってますね。コストコのキッチンペーパーをママ友と分けっこしたんで、それを使って油を取っています。で、このビオラルのマヨネーズ、これすごい好きなんですけど、なんか卵感をすごい感じるマヨネーズで、なんかコクがあって美味しいんですよね。このマヨネーズと、ブラック胡椒と塩で、ツナマヨを作っています。ごめんなさい、すっごい言葉が詰まってるわ今日。そんで、べちゃってならないようにね、空気を入れながらしっかりツナを混ぜていきます。で、チーズですね、食べるとカルシウムが取れるんで、チーズも取りたいからチーズを引いて、その上にツナマヨをのっけていってます。これでツナマヨサンドイッチですね。そう、こんな感じで平らにしていきます。もうお箸しか使ってへんな。それでいいか、スプーンとかいらんか。はい。で、ザクーッと切って、いつも通りですね、もうパカッと開いて完成。そしてこのコストコのラップで一個ずつ巻いておきます。これは翌朝のね、朝ごはんになります。で、
このラップね、初めて買ってみたんですけど、どうですか？まあ、買ってからね、結構持ちはいいですね。持ちはいいんですけど、皆さんどうですか？私はまあまあまあ、リピートないかなっていう感じですね。はい、ツナサンドできました。風。そして、アルコールでね、しっかりまた除菌しておきます。もうね、アルコール除菌大事。もう、次女ちゃんもね、やってくれてましたけど、本当に私よくアルコールで拭きます。除菌が大事。で、おまけですね。おまけ。はい。コストコで桜鶏とか買ったり、スーパーでね、胸肉を買ったりするんですけども、いつもどうやってますかってことで、このね、沸騰した100度以上のお湯を炊飯器に入れます。で、耐熱の袋に、鶏肉入れて、あとは保温してほっとくだけで、2、3時間でこんなに柔らかい、鶏胸肉、ハムっぽいのができます。そう。これ、おすすめです。めっちゃ簡単で、これ作っておくと、このピザとかにね、鶏肉を角切りにしてトッピングして焼いたりしています。以上、こんな感じで。